こんにちは、あさりです。今回はルームツアーということで、私の好きが詰まったお部屋ですので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。全体像がこんな感じです。奥がベッドになっていて、ベッドの足元がアウターをかけるスペースになってます。クローゼットがあって、洋服が収納されています。で、ベッドのすぐ横が収納する引き出しになっていて、で、こちら全身が見れる大きな鏡があります。で、そのすぐ横がヘアセットとかアクセサリーとかを収納するシェルフになっていて、でその下には靴も収納されています。で、その隣も靴置き場になっていて、で隣も物が置いてあります。これ中央が、ちょっとした作業ができるようなテーブルが置いてあります。ではちょっと一個ずつ詳しく説明していきたいと思います。まずこのベッドの足元にアウターをかけるスペースになっています。こちらに私のお気に入り、すべて1軍のアウターがここにかかっています。特に好きなのがこのホリデイのファーのブルゾンと、このランデブーの MA1 と、あとこのリートのダウンジャケット、これは本当に毎年のようにずっと着ています。で、こちらがベッドになります。ベッドがセミシングルって言って、シングルよりもちょっと小さめのサイズのものを使っています。で、このシーツとかは全て無印で購入しています。枕が結構おすすめで、このモグの枕なんですけど、こう低反発の素材になっていて、寝ると自分の頭の形にこう形が形成されていくので、すごく頭にフィットする感じで、とっても寝心地がいいです。で、今度こちらが、テーブルですね。作業する用のテーブルになります。おすすめポイントが、ここのこの部分がちょっとこうえぐれているデザインになっていて、ここがこうえぐれてる部分がこう座るとこう体にフィットするような感じになっているので、本当にすごく座りやすいです。こちらの床に敷いてる布なんですが、昔購入した無限堂の布になります。と、私の大好きなこの太陽や月、星の柄がとっても気に入っていて、すごくお気に入りになります。こちら、ベッドサイドのシェルフの上に香り物コーナーを置いてます。私は結構いい匂いがするものが大好きで、いろいろ集めてるんですけど、まずルームスプレーがこのイソップの2種類の香りを使っています。イストロスとキティラの2つの香りを使っていて、イストロスはどちらかというとちょっと甘みがある重めの香りなので、これからの冬、秋冬でよく使っています。で、こちらのキティラは、ゼラニウムとかパチュリが主な香りで、割とすっきりするような香りがするので、春夏をメインに使っています。で、もう一個こうお部屋に使うスプレーで、こちらアベダのチャクラスプレー2番っていうことで、
これも、サンダルウッドオレンジゼラニウムということで、すごい爽やかな香りがするんですけど、これもとっても好きで、本当にこれをあの振りかけるだけで空間がパッと変わる感じがして、あのヨガをする前とかに空間にかけたりしています。とってもいい香りです。おすすめです。こちらがボディクリームとハンドクリームなんですけど、ボディクリームはこちらアベダのストレスフィックスっていうボディローションで、ラベンダーが中心の香りで、あのリラックス効果の高い香りとなっています。でこのハンドクリームおさじのいぶきっていう香りなんですけど、これはちょっとあの森っぽい感じの香りがして、これもすごく大好きな香りです。寝る前にこれで保湿しています。アロマオイル、こちらのディフューザーを使ってアロマオイルも楽しんでるんですけど、特におすすめがこちらの3つ、このアコメアのヒノキの香りのものと、この富士屋ホテルの、 あの館内で香っているオリジナルブランドの香り、これもちょっと割とヒノキとかヒバとか森を思わせるようなとっても素敵な香りです。でこれが、オーラカシアのハートソングっていう香りなんですけど、ゼラニウムがメインで調合されている香りで、これもすっごくリラックスできる香りになってます。ちょっとこれだけ別物なんですけど、脇の下につけるデオドラントで、ローズマリーとラベンダーの香りなんですけど、こういう透明のデオドラントになっていて、あのすごく塗り心地も良かったですし、香りがすっごくいいので、これは本当にリピートして買いたい商品になってます。割と冬も汗をかくのでオールシーズン使えて便利です。大好きな招き猫シリーズなんですが、これはあのおみくじになっていて、中におみくじが入ってた猫ちゃんになります。で下に引いてるのはあの名古屋のリナックス博物館で購入したタイルになります。続きまして、あの隣のスペースなんですけど、これ香り物もう一つで、このアポテーケのディフューザーなんですが、ホワイトベチパーの香りって言って、とってもいい香りが、トゥデイズスペシャルでちょっとこの香りに一目惚れして購入しました。こう大きめなので結構ずっと使ってます。まだ少しだけ残った感じになってます。これもお気に入りのリナックス博物館で購入したタイルを下敷きにして使ってます。最近購入した新入りの花瓶なんですけど、私あのサボテン植物自体も好きなんですが、サボテンのグッズも結構好きで、これはセラックスっていうベルギーのブランドの花瓶になります。こちらは、エルベシャトランっていうお花屋さん購入したんですけど、もう本当に一目惚れをして買いました。値段もそんなに高くなかったので、いい出会いができたなと思ってます。でこちらがもうこれも缶が欲しくて買ったんですけど、こういったクッキーが入ってる、カルディで購入した星形の缶になります。こうオブジェみたいな感じで飾ると可愛いなと思って飾ってます。とこのもう一つ下に引いてる敷物、お気に入りなんで紹介させてください。これは、母親からハワイのお土産としてもらったものになります。このホタテの貝のデザインがすごい可愛いなと思って、ちょっと貝とサボテンと全然こうジャンルが違うと思うんですけど、好きなので気にせず組み合わせて使ってます。
とってもお気に入りです。でその隣に椅子があるんですけど、こちらはあのクローゼットの届かないところを取るのに使っている椅子になります。でこれは、昔私があの赤ちゃんの時に使ってた椅子なんですけど、デザインが可愛いし丈夫なので今も現役で使っています。一緒に合わせて飾ってるのが、これはフランス旅行に行った時に買ったクッションなんですけど、フランスにあるベトナム雑貨のお店で買ったので、ちょっとこうオリエンタルな柄になってるんですけど、色合いももっと鮮やかだったんですが、この色落ち具合もすごい気に入ってるのでずっと使っています。こちらが香水やアクセサリー、ヘアアクセサリーとか、あと下にはシューズを収納しているシェルフになります。まずはこちらの香水で、よく使っているものがこちらのサンタマリアノベッラのポプリという香りの香水、これがイソップのイーディシスっていう香りの香水、今これが一番お気に入りで毎日のように使っています。オサジのヒバの香り、これはあの普通に肌にも使えるし、空間にスプレーするのもできると店員のお姉さんが言ってたので、たまに空間にかけたりもするんですけど、すごいあの森みたいな香りがしてかなりリラックスできる香りとなってます。イソップのボディスプレーなんですけど、これも夏場はかなりたくさん使っていました。はい、であとこの奥、ヘアケアオイルや、髪の毛につける香り物なんですけど、でこちらは、アイロンをする前に使っているヘアオイル、アイロンの熱から髪の毛を守ってくれるオイルとなっています。でこちらはそのアイロンのセットを終わった後に、仕上げとして使うオイル、こちらはラフランスの香りでとっても甘いいい香りがします。オプティミスティックの、スイートエメラルドっていう香りのフレグランスミストなんですけど、天然由来原料が 93% っていうことで、なんか顔にもつけれるって言ってたんですよね。そのぐらい優しい原料でできてるんですけど、これが本当にいい香りで、洋梨をメインにいろんな、あとラベンダーとかも入ってるのかな、香りがするんですけど、ちょっとスパイシーさもあって、ただ甘いだけじゃないっていう香りが本当に好みでした。で今はこのパッケージも変わってしまって、あのプラスチックで容量もちょっと少なめのものに変わってしまったんですけど、私はこの初期のこのガラスの瓶がとっても好きなので、詰め替えてずっとこれで使っています。本当になくならないでほしいです。であとこれジョーマローのバスオイルなんですけど、なんか髪の毛にもつけられるよっていう風に言われて、これはプレゼントで友達からいただいたんですけど、なので髪の毛につけて使っています。これもとってもいい香り。アクセサリー類ですね。まずここ、リングと毎日よく使っているピアスがここに置いてあります。一番お気に入りがこの月のリングになります。三日月が本当に大好きなモチーフでなので、これは本当に一目惚れして買いました。真ん中の石が、ブルートパーズなんですけど、あの意味合いが何か、あのこれから新しい始まりスタートするのにいいっていう意味があって、ちょうどあの YouTube を始める直前でこれに出会ったので、なんかすごい運命も感じて買いました。
で、この辺がピアス、このちっちゃめのもののピアスがここに入っていて、で、この卵もピアス入れ、じゃシルバーとゴールドで分けて分かりやすく収納しています。こちら、リミテッドナンバーっていうブランドのピアスが大好きで、ちょっとこういう変わったデザインやヴィンテージっぽいデザインが多くて、とっても好きでよく購入しています。こちらがネックレスやチョーカーが収納されてます。こちら、これ今年購入した、埼玉のマンジュシャゲを見に行った時に出店で売られていた500円ぐらいで購入した蝶々のチョーカーになります。パールのチョーカーなんですけど、これもここだけゴールドのビーズが使ってあったりとか、すごい凝ってて、ちょっと首元が寂しい時とかに使うとすごいポイントになって、で白なのでどんな洋服の色にも合わせられてすごく重宝しています。これ缶バッジなんですけど、私は美術館巡りが趣味で、美術館に行くとガチャガチャで結構こういう缶バッジが売られていることが多くって、あると必ず購入しています。スヌーピー店に行った時と、こちらが青森の十和田美術館で購入したもので、これがマルグリットで、これがクリームと、であとは違うんですけど、これアニエスベーのとケアベアのピンバッジ。結構缶バッジピンバッジ集めがちです。布バッグが好きなので、そのバッグに気分転換で違うデザインのバッジをつけて使うことも結構あります。その横には靴が収納されていて、もう冬なので一番目立つところにブーツを置いていて、で一応こっち側には革靴メインで置いていて、でこっち側、このさっきのアクセサリーが収納されてるセルフの下にスニーカーを置いています。結構私はスニーカーの方が使う頻度が高くて、これすごいお気に入り、シアタープロダクツとのコラボのポンプヒューリーになります。すごい色味が茶色でシックなところがお気に入りで、結構何にでも合わせやすいです。で、あとは定番なんですけど、このコンバースのハイカット、このクリームと黒は本当に何足も買い替えて、もう本当20年以上ずっと履き続けているアイテムになります。本当にこれは何でも合わせやすくていいですよね。いろいろ今まで結構派手な色とかも買って履いてたんですけど、結局もう落ち着いて大人になったので、このクリームと黒2色で着回せるっていうことが分かりました。で、あとこの上には少しだけバレーシューズがしまわれてます。そう、バレーシューズも大好きで、私本当にほとんどヒールの靴を履いていなくて、こんな感じでしまっています。で、シューズのすぐ隣にこちら、これ分かりますかね、ミシンなんですけど、私も洋服を作る学校に行っていましたので、ちょっとこういう機械も置いてあります。今は本当に裾上げぐらいしかやってないので全然出番がないんですけど、でもまた将来作りたくなるかもしれないし、大事に取ってあります。で、隣のこのカゴには、筋トレグッズ、これは筋膜リリースに使えるローラーになります。このボコボコが気持ちいい
時もあればめちゃくちゃ痛い時もあるんですけど、これで体をほぐしています。で、あとこれがこのポーズする時にサポートしてくれるもの。特に私こうヨガのポーズで肘ついたりする時に結構マットを使っても痛い時があって、そういう時にすごく重宝しています。なんかこういう肘ついてポーズするものとか、私はよくこのプランク、肘つきプランクをするときに使っています。で、こちらベッドサイドの収納のところなんですけど、これはIKEA で購入したバスケット、ちょっと持ち手が1本取れてしまったので、こういう感じでスカーフをつけて使っています。で、これ何かというと、私はお風呂に行くときにこのカゴを持って行ってるんですけど、家にあるお風呂に入るだけなんですけど、ちょっと持ち物が多いので、こういうカゴに一式揃えてお風呂に行くようにしています。あと脱衣所もそんなに大きくないので、こういう形で持って行ってます。中身は何かというと、こちら、着替えのパジャマ と、これがスマホ立てになります。私は YouTube とか見ながら半身浴をするのが好きなので、これは必需品です。最近も寒くなったので、お風呂上がりに履くスカートソックスと、これボディクリーム、ベレダのものですね。とこれは毎回使うものではないんですけど、プロダクツの洗顔とナギの洗剤になります。こちらは、洗顔料になるんですけど、スクラブのような効果があって、全部天然成分なんですけど、そういうつぶつぶした感じのものが入っていて、週に 2,3 回使っています。本当にこれで洗顔すると、角栓も綺麗に取れるし、肌がツルツルになるんですね。で、あとこれクレイパックみたいな感じで、ちょっと厚めに塗ってパックすることもできるんですけど、そうすると毛穴がふっくらするような感じになって、とってもお気に入りのアイテムになります。で、こちらのナギウォッシュは生理用のショーツを洗う専用の洗剤になるんですけど、ナギの生理用ショーツも使ったりするんですが、経血がついてしまったショーツにこれをキャップ1杯垂らして、でちょっとつけ置き洗いする時に使う洗剤になります。ひとまとめにして、お風呂に行っています。はい、私のお部屋のルームツアー以上となります。いかがでしたでしょうか。ちょっと初めての試みだったので、うまく全部説明できていたかどうかちょっと不安ではあるんですけど、これが全て私の、大好きなアイテムたち、居心地のいい空間のご紹介になります。私もいろんな方のルームツアーを見るのはすごい好きで、バッグの中身同様、お部屋のそのインテリアとか小物たちの選ぶセンスっていうのは、その人なりが出るんではないかなと思いました。100人いたら100通りのお部屋があって、とっても楽しいですよね。私も見るの大好きです。今回の動画以上となります。最後まで見てくださってありがとうございます。ぜひまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。I said, when I get old, I'ma wear me some big suits and ties. Hit my main guy like when you coming through, we got some big moves to make.